はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら新しいコーヒードリップポットが届きましたんで、開けていきたいと思います。はい、こちら、コーヒーを考えると書いてコーヒー工具さんから出ている、2ドリップポットプロっていうモデルです。実はこれずっと前から気になっていた商品ではあったんですよ。去年のね、2019年の SCAJ に僕が行った時に実は見てきてるんですよね。このコーヒー工具さんのブースでこれを実際に使っていて、すごくね、使いやすそうだったんですよ。すごく尖った性能ではあるけれども、ちょっとこれは欲しいなと思わされたんで、はい。去年クラウドファンディングにね、支援をして、この間届きました。今じゃもう普通に楽天とかで売ってるのかな。一応下にリンクは貼っておきます。まあ、とりあえず開けていきますか。どうかな。いいよ。はい。おー。あ、半年ぶりに見ましたけど、なんかだいぶ可愛らしい感じのサイズ感のポットですね。うん、特に注ぎ口がすごくちっちゃくて細い。去年紹介した雫と比べても、うん、多分ね、こっちの方が若干細くて小ぶり。全体のサイズ感的には、はい、こんな感じですね。で、さらに大きなポイントの一つが、これ、ポットに蓋がないんですよ。今まで使ってきたどのポットも、必ず蓋はついていたんだけど、もうこれに関してはもともとない。確かに最近いろんなコーヒースタンドさんとかで、蓋がない状態で、もともとあるやつも取って使ってるところが多いんですよね。まあ、それは人それぞれね、考え方はあると思うけど、まあ、言うてドリップの時間って数分だし、そこまで蓋しなかったからって急激に冷えるってわけでもないんですよ。まあ、今のところ僕は蓋する派なんですけどね。だけど、今回こちらね、買ったんで、一回試してみたいと思います。で、今僕温度計って言いましたけど、一応こちら、はい。クラウドファンディングのね、おまけでついてきたんですよ。公式さんの温度計です。こいつを、このクリップ部分を使ってはめ込む形ですね。お、ぴったりはまった。はい、一応こんな感じで見やすくはありますね。たださ、コーヒーのドリップポットにつける温度計について僕ずっと前から思ってることがあって、これさ、ゼロの表示いらなくない？コーヒーをドリップする時の温度ってだいたい90度前後。まあ、低くて、どんなに低くても70度くらいで、まあ、高かったら100度くらい。まあ、言うたらそのくらいじゃないですか。だけど今売られているだいたい、まあ、てかほぼ全てのドリップポットにつける温度計って0から始まって100で終わるんですよ。で、しかもこんだけちっちゃいから、例えばここ80度から90度の間こんだけしかないんですよ。で、今81度なのか2度なのか3度なのか、それがちょっとね、分かりづらいと思うんだ。だったらもうさ、ここ70度から始まって100度で終わるくらいの、こう広くメモリを持ってもらって、こう見やすくしてほしいんだよね。正直この0から70度あたりまで ここいらないと思う。これずっと前からね、思ったんですよ。皆さんどうですか？もしよかったら下のコメント欄で感想を教えてください。僕この問題があるからアナログの温度計使わないんですよ。いつも電子表示の温度計使ってるでしょ。あれは電池が入っているから、まあお湯があんまり飛ぶとまずいから、そこ気をつけてるところもあって、ちょっとそこは不便なんだけど、でもあれは正確に数字を表示してくれるし、こういうのはね、結構ものによってメーカーさんの精度によってブレることもあって、機械じゃないから、まあ丈夫っていうメリットはあるんだけれども、やっぱり僕はこのアナログよりも電子を選ぶんですよね。てか、だいぶ話が脱線しましたね。じゃあ今日はこれ、このドリップポットがまあメインなんですけれども、このドリップポット何がいいかっていうと、この注ぎ口が特殊で、真下にお湯を落としやすいポットなんですよ。こいつから水を出すと、わかりますか？真下には落ちないんですよね。まあ、最初にこう出してこういけば、戻していけば多少こうまっすぐにならないこともないけど、これを持続させるのはなかなか難しい。同じく雫でいきます。あ、これは割とこう切り口が滑らかだから、割と真下行ってるじゃん。あ、雫すごいな。カリタはこう、しずくはこんな感じ。そしてコーヒー工具、明らかに、うん、ここのカーブがいきなり鋭い。はい、じゃあ行きます。お、あー、なるほど。よいしょ、ちょっと立ってってみよう。
多少手が揺れてもずっと、あ、この放送さのまま真下に落ちる、すごっ、あ、これすごっ、うーん、うーん、いい。はい、角度を変えて改めて見てみると、まずはこの細さですよね、この6ミリの注ぎ口がここで一気に下を向いていて、で極めつけがこれ、この先っぽよく見るとね、ちょっとだけ曲がってるんですよ。よく見た方が分かりやすいかな、ほら、ここちょっと下に引っ張られるようにして、こうくにょっと曲がってるでしょ。先端の先端がさらに下を向いている。これすごくないですか？二重構造になっていて、多分まあこれによってより水が下に引っ張られるんでしょうね。で、こんだけ微妙な調整を全部のポットにやっていて、裏漏れもしないし、クオリティを保っているって、売りにしているっていうね、この2ドリップポット、すげえと思います。確かにこの売り文句通り、狙ったところに落とせる、落としやすい。しずくの進化版みたいな感じかな。基本の注ぎ心地はしずくに似てる。だけど、しずくよりも、細く安定して落としやすいし、このね、取っ手がすごくいい。前確か僕ね、しずくの動画で、この取っ手が、このぶら下げタイプの方がいいねって話をしたんですよ。あと、個人的な希望を言うと、これバリエーションとして、こうぶら下げるタイプの、取っ手があるバージョンも出たらいいんじゃないかなって個人的には思います。それが叶えられてる。いや、マジいいな。欠点としては、わかった、この注ぎ口全体がだいぶ小ぶりだから、こう長さが足りないんだね。しずくだと、はい、こんな感じ、結構長さがあるから、ドリッパーに対して、はい、こんな感じでだいぶ真ん中に寄せてお湯を落とすことができる。これだとどうなる？あー、この角度で真ん中に行くことはできない。だからちょっと上からかな、この辺りから落とす形になりますね。しずくだとこの高さからいける。工具だと、うん、こうだね。まあでも言うてそこまでびっくりするほどの差があるわけでもないし、十分これ近づけて落とせるから、むしろこの部分はしずくが勝ってるっていう、しずくがすごいっていうところかな。でも本当に全体の感想としてはすごくいいよ。ここもとってもすごく持ちやすいし、適度な太さがあるから、あんまりねこう痛くない。で、まっすぐ伸びてるわけじゃなくて適度に湾曲してるから、うん、手にフィットする。マックスの容量が700で、適正が500とか600らしいんで、まあ、大体しずくと一緒ってことですね。だから、まあ、ほとんど一杯取りメインで、まあ、女性とかでも全然、うん、重さを感じず、うん、全然気軽にドリップができると思う。てか、あ、くそ、くるくる回したら、ちょっと待って、くるくる回したらすごい、え、何この安定感、ずっと細い。しずくも、いや、細くできるけど、あのね、限界の太さが全然違う。どんなに太くしてもこんだけ細いから、しずくだとこうブン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 回すとさすがにこんだけ太くなって強くなっちゃうんだけどさ、こいつはね常に柔らかい。やっぱりかなり尖ってますね。細く柔らかく注ぐためのポットだ。本当にしずくの上位互換じゃないかな。このアイオンのカリタの同ポットほど、自由度はないけど、特化型ですごいと思う。細く注ぐってことにこう注意しなくていい、気を使わなくていい。あの、こんなこと言っていいか分かんないけど、努力がいらないポット。すっごい注ぎやすいな、これ。裏漏れも一切ないし、
いやちょっとこれコーヒー入れてみようよすごいな。よし、いきます。そうだね、やっぱりここじゃなくてここを基準にドリッパーの縁に注ぎ口が当たらないように調整が必要ですね。ここだね。ああ漏れちゃった。すんごい細い。遠慮してるとね、ちょっとね、注ぐ量が少なくなっちゃうから、細いってことをちゃんと加味した上で。本当にね、細くするための調整がいらない。とにかく回してれば、丸く回すことだけ注意していればドリップができる。なんか逆に今までの、あの普通のドリップポットの手癖が影響しちゃうな滑らかにこう丸く出ることをさ予想しちゃうから、こう真下に出るとびっくりするねこれわあ、これは新感覚かも。ちょっと慣れるまで時間はいりそうだけど、うん、やりやすくはある。あ、慣れてきた。すげえ。こうだよ、こう。確かに真下に落ちるな、これ。はい、というわけで入れ終わりましたんで、とりあえずいただきたいと思います。うん、今日はコロンビアです。あーうまい。やっぱりね、この入れたコーヒーももちろんそうなんですけど、まあ入れてる過程もやっぱ楽しいからさ、コーヒーって幸せやから。特にね、今日は新しいドリップポットを使って、で、このコーヒー工具さんの2ドリップポットプロ、でトータルですごくいいドリップポットだなってこう納得しながら使えたから、まあその分ね、ほんと楽しかったし、これからも使っていきたいなと思ったし、もうちょっとこう自分が慣れて性能を引き出したら、もっといいドリップが、うん、できるんじゃないかなってワクワクしました。うん、その分ね、やっぱ入れたコーヒーをうまいね。美味しゅうございました。あ、まだもう一杯あった。今日あのしっかりねドリップしたかったから多めに入れたんですよ。容量的にはやっぱりコーヒーを300から350落とすくらいが限度かな。これ以上いくとちょっと難しいかな。1杯から2杯取り用ですね、やっぱり。で、安定してあのお湯をね落とせたからかわからないけど、すごく味も澄んでるし、正直使っていて悪いとこなかった。あえて言うならこの温度計、一応電子温度計も用意してちょっと測りつつやってたんだけど、ちょっとねずれた。
こっちで88度を指してる時にこっちじゃ90度超えだった。ちょっとね、遅れてるのかずれてるのか分かんないけど、やっぱりあんまり温度計自体は正確ではないですね。あくまでこいつは目安かな。まあ僕はちょっと取ろうかなと思います。うん、いやでもお前はすごいすごく使いやすい。いろいろ今までトータル5か6くらいドリップポットを買って使ってきましたけど、愛着とやっぱり慣れっていう面で、まあナンバーワンはまあやっぱり今のとここれだけど、この僕の初代のドリップポットフィーノと比べて、これもね一応全熱源いけるんですよ。IH とシーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ。タカヒロのしずくはこのちっちゃい方のサイズは IH いけないんですよね。そういった面でも、どっちかな、これナンバーワン。2がこれ競ってる。いやでも、どっちもぶら下げて、遠心力で勝手にこう回ってくれるようなドリップポットだし、おまけにこっちはサイズ感がいい。500か。入れたら600も入るし、700、まあ、ギリギリいけるし、1杯から2杯取りって絶対確定っていうのであれば、僕はこっちの方がおすすめかな。惜しむ楽はこれ Amazon に今ショップがないから楽天とかだけになっちゃうってところなんだけど、いやでも本当それ以外真下に落とせて、常に細くて回しやすくてステンレスで洗いやすくて、え、悪いとこなくね蓋がないっていうところも、まあ要は乾かしやすいってことだよね。入れた後さ、結構お湯残っちゃったり、この中に結露したこのね水とかがここに残っちゃったりとかするから、蓋付きのやつはねこうやって乾かすときに置いとかなきゃいけなかったんですよ。だけどこれもう入れ終わったらこれだけポンと置いとけば、まあ勝手に乾くから、ちょっと待って、動画終わりにしたいんだけど、なんかだんだん後から後からいいとこ出てくるな。いや本当にいいもん買っちゃったぜひぜひ皆さんもしよろしければ、はい、チェックしてみてください。カズマックスかなり激推しです。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、もうねあのキリがないからこの辺で終わりにしましょう。はい、というわけで、じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。あ、ちなみに類似商品で2ドリップポットっていうのもあるんですよ。これ2ドリップポットプロなんだけど、プロがついていないやつはここがないんですよ。このくにょ引っ張りはなく、単純にストレートな注ぎ口。